宮山の県の力、九州に、そして日本中にまたこういったスポーツを広げていければなというふうに思っております。世界のフランス、ドイツあたりではですね、まあ、メジャーなスポーツでございますけれども、日本ではですね、やはり認知度が少ないものでございますので、ぜひとも広告塔になっていただいてですね、またスポーツの輪を広げていただけたらなというふうに思います。応援したいと思う、メンバーがいっぱいここにいらっしゃいます。ぜひ今日お集まりの皆さん、共にこのジョッキーボール新しいスポーツをですね、この宮山の地から、そして、日本へ、全国へ、世界へ発信できるようですね、お力添え、宣伝等々を賜れればというふうに思っております。それでは2023年12月19日ジョッキーボールカップ宮山オープニングセレモニーテイクショットです。どうぞ。からがリスタートだと思いますの で、 で今日久々に会ってやっぱりめっちゃおもろいなっていうのを感じているので、ここから、まあ、自分たちの競技もちろんですけど、普及のところ、そしてまあこの場所じゃなくてどんどん、九州そして全国へと、しっかりジョーカーを増やしていけるようにと尽力していきたいと思います。まあ、このコロナ禍で、約3年ぐらいですかね、ジョッキーボール全然できてなかったんで、こうやってボールパークがまた新しくできて、すごい嬉しく思います。で、まあ、過去3回世界大会行って、まあ、残念ながら予選敗退という結果で終わってるんで、来年フランスでまた世界大会が開催されるということなんで、そこを目指して、また頑張っていこうかなと思うので、応援よろしくお願いします。本当に、また、まあ、リスタートというよりもまず、まあ、積み重ねがあるので、しっかり継続ワールドカップに向けて、であとは本当にこの環境を作っていただいたことに本当感謝しますし、まあ、これを、しっかり結果として、恩返しできればいいと思います。ありがとうございました。